オルトエウレカ解説雑魚編91回から98回です。オルトシステムガンマ徘徊ですね。高圧電流必ず沈黙で止めましょう。マイニングドローンランタゲの4連吹き飛ばしが来るので壁際でなるべく固まりましょう。マカガク砲は前方範囲、後ろがアンチです。ドローン直線ビームをしてきます。あとスプライトみたいに死んだ後爆発するので注意です。しっかり離れましょう。オルトシステムアルファ扇範囲をしてきます。不可視なので気をつけてください。ザクナル非アクティブ時にこんな感じで巨大円範囲を出してきます。バトル時は X パウンスマーカーがついた人に飛びつき円範囲です。3回しときましょう。ミノタウロス巡回です。スワイプは前方扇範囲。ランタゲ突進からのスイング、しっかり離れましょう。スフィンクスネイキッドソウルは視線ですね。こいつのスイングは扇範囲なので気をつけてください。マザーピットランタゲの円範囲と下でルバスターは不可視の直線ビームです。サーボキマイラ巡回です。ランタゲ突進からの雷氷、雷はドーナツ、氷は円範囲です。スコーピオンスティングは背面扇範囲、コールドブレスは右前に扇範囲で、サンダーブレスは左前に扇範囲です。フィッター非アクティブ時に不可視の円範囲をしてきます。バトル時は視線攻撃をしてくるみたいです。戦ったことはないです。ミトリタデスレーザーブレードは背面アンチです。ドレッドノート戦ったことはないんですけど強化バフをつけながら攻撃してくるみたいです。ドゥルガー、こいつも戦ったことないんですけどフュージョンレイが前方範囲で、ブレインジャックはランタゲで混乱を付与してその後範囲攻撃をしてくるみたいです。アイテムのスローガがあったら避けられるみたいです。以上ですね。これで91回から98回の雑魚解説を終わります。